代だからクーデターにご注意を。政治家も腐っているし、官僚も腐っているし、森友、加計学園、自衛隊の日法問題、何一つ解決しない、すべては闇の中、官僚のセクハラ発言、本人は全面否定、大臣はセカンドレイプ、大臣はセカンドレイプ、ファシストが叫んでる、ファシストが笑ってる、俺たちの時代が来たと日本会議がバッコする、それでもくじけずに僕たちの世を作ろうよ、銃をペンに持ち替えて唇に歌を取り戻して。